一番前のトラックはどうせちんたら走ってるんやな。まあトラックは3000運転するのが一番いい。やっぱトラックで飯食ってるんやろな。やっぱマナーの悪いやつとか交通ルール守らへんやつはトラックの運転手はやっぱできんからな。まあ確実に守るということは不可能にしたいけど、言うとるって言ってやっとるけど、動画撮るために言ってるだけやからな。こんなお前普通こんなんやったらおかしいやろ。ちょっといかれてるやろ。動画を撮るために喋ってるだけです。まあ文句は誰でも言ってるやろ。いいなこいつら、今から遊びに行くやろな。神戸ナンバーとか30万ぐらい。もうギャンブルはもうほんまやめた方がええわ。一回競馬で200万取ったから調子に乗ってずっとギャンブルやってるけど全然当たらへん。パチンコも競馬も。もっと疲れてきた。最近の競馬なんてほんまガチガチが多い。3番人気、2番人気、1番人気とかあんなん絶対変わり。今週もどうしようかな、やつだけ。もうギャンブルやってる時とか終わってんな、もうやばいわ。やめなの。でもな、当たった時のあの感覚が忘れられへんからやってまうの。生まれんでも当たらんから最近生まれんでも当たらへんのに三連単とか買うから余計当たらん。安田記念ルメールから買おうかな。ルメール単勝。最近あいつ勢いに乗りすぎやろ。ずっと買ってる。今日も一日しんどいな、ほんま。毎日しんどいな。ミックス重調うま。一層の妙な味わいをイメージして作りました5種類の果実とまろやかな味わいをお楽しみください。喫茶店の味やで。ミックチュジュージュ。なんで赤ちゃん言葉やわっちゃうな。イキイキランド肩の警察署。長いこと言ってないな。若い時はよくお世話になったけど、まあ、お世話になったらあかんねんけどな。この間一旦停止した時にシートベルトしてなくて右から来たあの黒田の若いやつに点数いかれたから。ちょうど3月ぐらいやったから、あいつらノルマあるからな。それを達成するために人を捕まえやがったから、ほんまブチ切れだった。
ノルマ達成のために捕まえるとかふざけてるやろ、おまわりさんよ。もうおまわり大嫌いよ。いや、おまわりがおらんかったらこの世は成り立たん。犯罪者ばっかり増えていく一方で、京都も最近治安悪いからな。強盗に交通事故、殺人、やっぱ京都はやばいとこやで。下手に車で煽ったりして変なヤクザみたいなのが降りてきたらもうアウトやな。ぶっ殺される。まあ昔ヤクザに殺されかけたことあるけど、7人がかりで7対1とか無理や。家にまで襲撃しに来よったから、でボッコボコにされて拉致られて、お前今から夜は行くからなって言われて、はい終わったと。その時自分の女がちょうど一緒におって、警察に通報してくれたから助かったけど、移動中にそのヤクザの運転手の携帯が鳴って、多分警察が動いてるからもう戻ってこいみたいなこと多分言われたと思うんだけど、それで戻って助かったみたいな。昔知り合いにおったんやけど、その極真連合の元副会長の人、知り合いで、その人に話したけど、お前が悪いわって言われた。まあボコられた理由はまあしょうもないことやね。だからある会社に自分の知り合いがおって、そいつに電話するつもりで電話したら、なんかわっけのわからないやつ出て、なんか喋り方変やったから、お前喋っても食うてんのかって言ったら、そいつが切れて7人引き連れて来よったから、まああの時は死ぬかと思った。残念、はあ、今頃死んでたらどうなってたのかなあいつらは。まあ弁護士がなんか20万ぐらい包んで持ってきたけど、まあ受け取ったけど、そんな受け取らへんかったら後が怖い。でもその相談した副会長も自殺しちゃったからな、拳銃で頭ぶち抜いて。呼んだみたいだな。すごいやん、なんかすごい生命力というか、あらんことがやだから、その交通のトラブルのちょっとしたことで腹立てて、そんなリアルグランドセフトオートとかやっとったらあかん、怖いからね。どこの組とはちょっと言われへんけど、今は潰れてないんちゃうかな。あんなヤクザみたいなこいつは、ほやろ。ヤクザみたいなこの世がおらんくなったらええん。いや、まあヤクザの文句とか悪口とかはあんま動画とかでは言わへんけど、でも一人のやつお前7人がかりでお前とかおかしいやん。
普通じゃないやろ。あの時はほんま顔ボッコボコに腫れ上がってほんまもう死ぬかと思った。で最終的にそこの事務所みたいなのも連れて行かれて、そこでも殴られて、でそこになんかおばはんみたいなのおったんやけど、そのアホは仲間内の喧嘩って言っとったええやとか言って、何が仲間内の喧嘩やって思った。寒い、クーラー効きすぎやわ。仕事しろよ、仕事。休みか。文句言うてとってからね、ほらほらほら